サブちゃんでございます。ちゃんまですよ。ノーミルク佐藤です。いやいや先生、横浜から帰ってたんですけど実況ね、いやー、YSCC 対愛媛戦すごい逆転劇でしたね。すごかったっすね。いやー、劇的なんかもすごかったですね。詳しくは大興奮だ ね。なんかこう動画とか見ていただきたいですけどもね。愛媛も強かった、YS も強かった、すごいビルドアップがなんかね凝ってるというか、いいチームになってきたなと思いながら、まあ、実況席で普通にこうサッカーを楽しませていただいちゃったな、なんていうね、そんなゲームになりましたけどね。なんか帰りジュニアユースのことかもね、片付けながら、おお、俺もうこのチームでよかったとか言ってたらしいですよ、渡辺君が言ってましたけど。すごい ね。私が実況席からね、片付けながら聞いたのは、ね、パイプ椅子片付けながらね、マッチコミ書なんとこね、あの若い女の子の学生さんが、椅子が全然折れない、なんで受ける、ちょっとそんなことないし、私にもやらし、全然折れない、この椅子、って言ってて、若いっていいなっていうね、思いましたよ、という。いや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 、でもなんかこう行く時にさ、はい、タクシー乗って渡るくんと一緒にね、駅から横浜の、はいはい、なんか雨降りそうだったんですけどね、雨持ってよかったなーなんて、その時にね、まあさ、雨男ですか、晴れ男ですかみたいな渡るくん言ってたから、はいはい、いやいやいや、もうやめてもしょうがないと思ってね、俺もう本当はロケとかでよくいるでしょ、女の人のなんかこうさ、あ、私あ雨女なんですよみたいなね、今さ晴れ男ですねみたいな、いやいや、もうそれ言われて僕どう返したらいいんですかみたいなさ、あはーっていうしかないじゃん、あれね。いやいや、そんな自分が雨女の自覚あんだったら砂漠とか行ってくれよ、一日も早くとか思ったりとかね。ね、もう何の根拠もないみたいなね。確かに根拠ないもんな。まあ、それとか思って、なんかそれ余裕は、血液型占いみたいなこと余裕はとかね、思いながら、うんうん、のと思い出しながら行ったんですけども、まあ帰りね、一杯飲んで帰ろうってなるわけで、劇的な。まあ、渡る君からしたら、僕は自供ですから中立ですよ。くれぐれも。渡る君からしたら YS 大勝利ですから、まあ飲みたいさ、まあせっかく行きましょうみたいなね。ちょっとお寿司屋でね、ちょろっと食べちゃったんですけれどもね。まあ渡る君がまた機嫌がいいわけですよ。こう YS 史上一番の試合だと。まあ、それはあの劇的具合からしたらそうかな、なんつって。ねえ、まあまあまあ、落ち着きなさいよ。ちょっと興奮しすぎよ、あなた、ぐらい言ってたんですけど、私もちょっとお酒進んで参りますと、私も最近ちょっとお疲れ気味でございますから、ちょっとファーっていい気分になってくるわけじゃないですか。そのタイプが酔っ払ってね、で、まあさ、また、来次節まあさんでお願いしますよ、実況なんつって。いや、やめなさい、それ別にそれない、なんでだよ、つってね。いや、まあさん来ると、いつもまあさん来るときいい試合になりますから、ねえ。いやいやいや、その雨男とか晴れ男と一緒じゃない、その話って。ね、それっていう発想、朝の発想を忘れて酔ってるもんだから。うん、俺、そうなんつって。やっぱりなんつって。飲んじゃったっていう話ですね。何の話その雨男の下りを帰りの電車の中で思い出して恥ずかしく一人になったっていう話ですよ、これね。ねえ、あ、そうなんつってっていう先生、すみません、また今日も5、6分使った、いやもうほんとごめんなさい、申し訳ない、ほんと3分半使っちゃったね、これ。いやでもマーリノスもすごかったんでしょ、ま、そうなのよ、ね、横浜ではいろんな逆転劇が起こってたということです、ね、今日やばかったの、マーさん、マリノスは、はいはい、というか実はマリノスと柏がいわゆる打ち合いだったんですね。はいはいはい、で、まあ本当ね、お互いがもう逆転逆転みたいな感じの試合やってたんですよ。結果的に4対3でマリノスが勝ったんですが、はい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 、あの最初にね、あの立田選手がまあ PK 与えてしまって、まあ、マリノスのロペス選手が決めたところから始まるんだけど、はいはいはい、ロペスのゴール、柏の、うん、あ、マリノスのオウンゴール、うん、でエウベルがそれで次のプレーで返すんですよ。はいはい、そのぐらいまで見ました、僕大事です。なんか途中で切れてる、なんか野良ダイジェストみたいなの見てさ、うん、最後見てないんだよ、だから。それだと柏がすげえヘディング決めるよね。そう、フロートが決めたんですよ。後ろから来たやつを叩きつけ、あれはちょっと見たことないね。すごいヘディングだね、あれ。あれは誰でも無理でしょうね、あれはすごい興奮する。そこで終わってた。で、柏がそれで逆転したんですけど、その後なんです、その15分後ぐらいに、はい、その立田くんが、うん、なんとワンプレーでイエロー2枚食らうっていうことがあったんです。ワンプレーでイエロー、レッドじゃなくて、レッドじゃないんです。
要は、何があったかっていうと、たぶんジャッジリプレイとかでも、多分今回なる方になると思うんですけど、相手の選手を掴んで止めたんですよ。うんうん、でそれがまずイエロー対象だったんですけど、はい、その止めた直後のボールを、ライン割るところまでボール蹴っちゃったんですよ。でそれが遅延行為って扱いになっちゃって、ダブルで。ダブルでイエローとレッド。ああ、すげえ、合わせ技一本みたいな。合わせ技一本になっちゃって。で、そこから柏はもう守りきらなきゃいけなかったんですが、結局それで後半49分、アンデルソン・ロペス、後半52分、宮市亮。いやー、すごい。復帰弾みたいなことですもんね、宮市亮選手からしたら。そうなんですよ。おー、すげー。だからインタビューではもう涙ですよ。そうでしょう。宮市選手。うん。ぐっとくるやつだ。そうで、ここまで待ってくれてた皆さんが僕も取らせてくれたゴールですっていうふうにおっしゃっていたら、もうスタンドもみんな涙。ねえ、いろんな経緯がありましたし、うん、劇的な、今日はそれを見れちゃったんだ。そうなの。いやー、これ長いことサッカー見てると、いろんな紆余曲折あったりね、あ、ちょっとなんかサッカー見るの疲れているかなみたいな時もちょっとあったりするけど、こう急にこれでまた、な、サッカーいいなーっつって。いいねーってなって引き戻されちゃうのよ、これが。なんなの、これ、あの、ね。そうだね。とダメ男に貢いでる女子みたいです、私。本当にサッカーが好き、結局。結局サッカーが好き。ねえ、なんだかんだって。ねえ。いつもだらしないとこも好き。ねえ。っていうとこ。たまにちゃんと見せてくれるから。はい。そういうさ、だからインタビューをもうね、マリノスで見てるじゃないですか。はい、そうですね。そしたら今度、マーさん実況のマイエッタイ姫では。そうでしたか。はい、はい、福田翔選手がそのね、後半アディショナルタイム、ブザービーター逆転ハットトリックなんていう。そうですよ。だってもう、あれ、91分、愛媛1点リード2対1でしょ。もう、あれですよ、敵陣角キープしてたんですよ、愛媛が。91分ですよ。いや、そうだよね。そこから2点返してしまったというですね。まあ、言ってみれば PK なんですけど。ね、うんうん、それでちょっとファーってエアポケットみたいな時間ができてる時に、もう一点ハングリーにね、賞を福田が取りに行った。福田賞ですよ。福田賞の福田賞ですよ。本当に。It's showtime ですよ、本当に。いや、本当そう。でもなんか俺でもね、なんか2点目取れた時に3点目取れるって思ったっていうふうに言ってましたもんね。いや、福田選手。半点目取れるってインタビューでしたのは、3点目取れるって分かってたっていう言い方しました。うん、あ、深いですよね。すごいよね。お空を指さすんですよ、翔選手は。点取ったり、試合終わったり、インタビューの直前にも、うんうん、ね、うんうん、でなんか聞いたら、あの手袋黒してるのは、たまにそこにキスをするんですけど、おばあちゃんにもらった手袋だとかって、渡辺君がちょっと酔っ払って言ってた気がするんで、なんかちょっと関係あんのかななんて思いながら、でもそういう、やっぱ、ね、信じてるんですよ、すごく強く。この圧倒的な何かのこのね、うんうん、力はそういうことにつながってんのかななんて、ちょっと、なるほどな、ちょっとそれ詳しく聞こうと思って忘れちゃった。渡辺君に、いや、ね、だからそのマリノスの方では涙のインタビューを見た後に、今度 YS の方で見たら最後ね、締めをやったーイエイってダブルピースしてましたからね。かわいいなって思いながら、いやいや、もう本当におじきゅんですよ、私。ええ、本当にかわいらしい。翔くんは可愛らしいっていう結論ですね、もう本当に。非常に確かにね、私、あの福田選手、あの、ひいきしないように大変でしたよ、うん、もう声のトーンを抑えるのにね。いや、どっち応援してるのか本当にないんですよ、中立でやってますけども、あまりに劇的ですから、うん、そこはやっぱりこうね、実況という立場から、俺はそうだよね、できでしょうし、はいはいはい、うん、ね、よかったね、よかったですよ、すごい。愛媛はもう勝ちプランでしたよね、うん、そうでしたね。さすがの松田力選手ね、外してヘディング当てるっていうね。あとポジションごとにみんないい選手いますもんね、姫やっぱりね。そうなんですよね。で、1点目のベン・ダンカン選手の抜け出しも素晴らしかったなと思うし、そうですね、すごい先生、いろんな試合見ながらそれ見てくれてたんですね。俺覚えてるよ、前半十何分のところに、まさか茅沼選手のことなんか茅沼シャンみたいなこと言った時があったの。俺それ聞いて、なんかそんな感じで言いましたけど、笑っちゃったもん。俺言ってません、言ってません。それはですね、
噛んで自分でわからないやつですね。これ失礼しました。言ってた。キャンディー社みたいに言ってた。あとね、まさに一個だけ報告があって、徹底予想チャンネルの、プロデューサーからですね、に、今日まさに実況なんですよって僕連絡できたんですよ。佐藤さん、この試合って どなたが、マーさんの声全く聞こえないんですけどって言われまして、連絡が届いて、いやいや、だからこの声がマーさんですよって言ったら、ってすごい驚かれてます。普段と違うことに。あ、そうですか。違う風に聞こえるから。あ、そうですか。あ、じゃあちょっとあれですかね。よかったですけど、大人力出せたんですかね。そういうことですね。あ、そうか、そうか。変えてるつもりないんだけどな。でも結構なんかやっぱトーンは違いますからね、ミルワガとダゾーンと。そうですかね。あとね、またもう一個、J1 でね、セレッソ対神戸っていう試合があったんですよ。はい。ちょっとね、大変な試合だったんですが、まず、多分、天候悪かったからもあるかもしれないですけど、VAR がね、試合直前に使えなくなってしまう。例の届かなかったとかそういうんでなくではなくて、届いてても準備も終わってたんだけど、なんか動かないみたいな感じになっちゃって、で前半使えなかったんだけど、前半中にスタッフさんがみんな総出で直して、後半から使えるようになるっていう特殊な試合になりました。じゃない、前半はもうごめんなさいだったんだ。ごめんなさいだったんですね。ちょっと後半の始めで一回前半のあのシーン見てもらえませんとかもなく。でも治り次第採用とかなんだ、それ。もうこの間に、スタート間に合わないから、ね、もうこの試合はなしですとかじゃなくて。なくて。まあ公平っちゃ公平だもんね、別にね。それはもう両親のもんだから。で、やっぱ、そんな前半はね、結局ね、0-0だったんです。動かなくて。で、後半に入ってすぐクルークス選手がセレッソゴール決めて、はい、で、そのリスタートの次のプレーで山口蛍選手が神戸返して、なんて試合で結局後半アディショナルタイムまで行くんですけど、はいはい、なんとですね、最後ですね、後半48分、北野颯太決勝弾です。やりました。やりましたね。はい。まあ、ちょっと何があったかっていうのは、ぜひね、皆さんもちょっと動画見ていただければってのあるんですけど、ディフェンダーが結構高いライン神戸敷いてたんですよ。はい。その裏にボール放られて、前川選手が飛び出したんですね。はい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 。で、そのクリア処理のところで、北野選手がボール奪ってロングシュート決めるんですよ。そう、だからちょっと前川選手にとってはすごい辛い試合になってしまったなとかってのがね、ちょっと見てた。そうか。うん。いや、ただね、俺そこでちょ、俺マーサにも皆さんにもぜひ見てもらいたいの、その、北野選手のシュートもすごいんだけど、まだ見てない。はい。そのシュートが決まった次の瞬間の、大崎レオを見てほしいんですよ、神戸の。ほうほうほう。北野選手のゴールが決まる、だからもうセレッソが勝ち越したから、もうベンチ含めてもう総出で、アディショナルタイムだから、もうみんなでもう歓喜の輪です。逆転ってことでしょ。逆転ってことです。勝利を決めるゴールが決まったよということでしょ。そう、で神戸の皆さんももう全員ピッチにうなたれて、もう監督さえもうなたれて、結果そうなったわけですもんね。終わってしまったでしょ。そうですね、そのまま。はい。ただ、その北野選手のロングシュートがこう最後ゴールに向かってる時も、大崎選手だけひたすらダッシュして、届け届けって最後スライディングしたけど、まあ間に合わなかったって感じなんですが、そのまますぐに一人だけ立ち上がって、そのネットにこうかかってるボールを一人だけボール持って、センターサークルまで行こうとするんですよ。はいはいはい。一応アディショナルタイムだけど、残り90秒ぐらいは残ってはいるんですよね。なるほど。だからそのマリノスとか YS のこと考えたら、結局それで逆転とかしてるわけじゃないですか、その90秒とか使って。はいはい。なんかその諦めない姿勢ってのなんかそこにちょっとなんか見たなってのがあって、首位でありながらってことですもんね。そう、うん、でしかもだからこの瞬間にというか、まあ神戸はちょっと1試合足りないってのはあるんですけど、まあ、マリノスが首位に立ったんですね。そうですね、そうなんですよ。マリノスが首位に立ったというところになってますからね。全然関係ないけど、今日朝さ、なんか、はい、YouTube に出てきてさ、ワールドカップ出場、危ねえっていう、何ダンクじゃなくて、フランスの背の高いひょろっとした監督。デシャン？デシャンじゃない、ほら、フランスから日本代表の監督に来た。あ、ハリル。体脂肪に許したい。ハリル、ハリル、ハリルジャパンの時の山口ホタルがさ、ミドルシュート決めた、なったでしょ？あった、ね。あの動画見てなんか泣きそうになっちゃった、俺。テンション上がっちゃって。あれ危なかったんだよね。あれ引き分けとかだったらちょっと危なかったんだよね。そうだよね。いや、ゾッとするよね。だってあの一打がなければ、うん。
あれが何年前か忘れたけど、ワールドカップ出る、6年、7年前だもんね。出れる出れないとか、そしたら、うん、カタールの結果も違っていたろうし、ね、そうだね。プレミアリーグの日本人の人数とかも、どこも全然違うだろうし、プレミアリーグの、ね。違うね。ね。ってだったらやっぱり山口蛍偉大だなってさっき思いましたよ。聞いて先生の名前がお題出てから。で、あの時のセレブレーションも全員山口蛍に駆け寄る。あれもなんか胸熱だよね。あ、そうだね。いや、あれはすげえなー。最下だっけ、あれみんな湧いてね。国立作り直してたんじゃない、あの頃って。あ、そういう時期ですかね。そう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 。なんか関係ないんですけど、ごめんなさいね。サイスタってすごいね、ほんとね。しちゃったよ、ちょっと。スポーツスペース大逆転とか調べてみてるもん、最近なんか。テンション上がようと思って、朝なんかちょっとテンション上がんねえなっていう時は。ね、それ出てきちゃって。なるほどな。あの、アメリカのね、学生バスケの逆転とか、うん、泣きそうになるよね。ああ。そうだな。あと甲子園のサヨナラホームランとか、今日甲子園のね。うん。あの YouTube っていいね。何でも出てくるから何でも出てきちゃう、楽しんでるな大逆転とこだけ見れんですから。いやそうだね。いやいや、ということで今日は大逆転をテーマにお送りさせていただきます。いや違くなかった、最初雨男みたいな話じゃなかった。それこの回じゃないっけ、もう、ね、まあ、この回この回この回先生 何、はい、何男なんですか、こうジンクスとかあるんですか、大事にしてることとか、これ。ああ、でも俺ね、俺はこうだみたい、俺がこうするとこうだみたいなんですか。俺仙台に住んでた頃は雨男でしたね、いわゆる。へえ。あの、僕やっぱりこういう性格というか、うん、そんなにこう出かけるっていうあれないんですけど、全く、はいはいはい、でもたまにやっぱなんか学生ながらでも用事があったりとかで出ようとすると必ず雨でしたね。あ、そうですか。うん、っていうのが多かったです。そうですね。そういうの雨男って言うんだ。だと思いますね。何男なんだろう、僕ね。必ず。なんでしょうね、これね。なんでしょうね。ということで、皆さんもあの自分が何々男だなどなどありましたらコメント欄にいただければと思いますので、よろしくお願いします。そういう考え方がね、自意識過剰だって先生も含めてよくないよ、そういうの。俺は質問されたから言ってんだろうよ。何男とかよくないと。いや、ちょっと渡るくんのくだり、渡るくんのくだりちょうだい。そういうのが俺一番いけないんだと思うんで、しょうもない。なんだって。なんて答えたらいいんですか。え、何先生、僕が実況すると何試合が何、山さんが実況すると勝ちますからね。ああ、そう？いや、勝ちます、勝ちますはダメだ、先生。中立でやってんだから。勝ちますは、劇的になったりします。覚えてなかった、ごめん。先生。なんだっけって思って。やっぱ受けたとこは覚えてないともったいないよ、これね。天丼っていうのがあるからね。何回でもこすったらいいんですよ。これ教えてあげます。寿司屋の話しか覚えてなかったわ。なんだ、そんな話したっけってずっと思ってたの、今。ちょっと、寂しいじゃない。もっと、ね、もっとも可能性があるとこついてみたら失敗しちゃったね、今ね。あなたは忘れ男です。妖怪忘れ男です。すいません、ありがとう、失礼しました。いやいや、覚えてるようにします。聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。日曜日、今日も楽しんで参りましょうね。はい、じゃあね、またで、毎日やってます懲りずに聞いてね、バイバイ、お願いします